はいどうもこんばんは、おつパイです。えー、本日はですね、OpenCV、えー、を使って画像の加工をしてみようという題材でお送りしたいと思います。はい、えー、久しぶりに画像加工のお話になりますが、OpenCV、えー、というですね、画像の加工用のライブラリを使って、えー、いたずらじゃないですね、画像の加工をしていきたいと思います。はい、えー、まず最初はですね、OpenCV のライブラリをインストールしている方は、 えー、インポートしておいてください。で、えー、数値の計算とかで NumPy というライブラリも使っていきます。で、表示用にですね、Matplotlib というライブラリを使っていきますので、まずこちらを読み込みしておいてください。はい、で、今回はですね、えー、2つの関数を使います。えー、まず1つは、えー、画像をですね、アニメ画風に、えー、画像加工するという関数になります。 イメージを読み込んで処理をした後にまたイメージを返すというような関数になっております。はい。で、次がですね、モザイクをかけるという関数があります。で、これをやるとですね、画像の一部分にモザイクをかけることができます。一応 OpenCV 上ではですね、リサイズというので、 画像のですねモザイク化っていうのが行えたりしますのでその機能を用いて画像の一部をモザイク処理するという感想を作ります。はい。ということで最終的に4枚のですね画像を並べてこの画像を加工したですねやつを表示させていきたいと思います。はい。えー SMAP S, で始まる4人の芸能人の方を今回は画像を加工して表示させます。はい、で、表示はですね、マットプロットリープで行いますので、20対16でまあ最大表示して、サブプロットでまあ横に4枚並べると。で、途中ですね、画像加工の関数を用いて、 読み込んだイメージをですねそのまま変換して文字を1文字加えて最終的に出力しますとはいじゃあ結果どうなるかというとこのようになりますはい見事にですね SMAP で始まる4名の芸能人風の加工画像が出来上がるという形になります はいえー、このようにですね、まあ、画像をですね、えー、そのまま使うのって難しいのでこういった形で、まあ、変換加工をしてあげると、えー、使いやすくなるんじゃないかなと思いますあと、えー、一部ぼかしが必要なところっていうのはオープン CV で簡単にモザイクをかけられますので、えー、こういったモザイク処理が必要な方々の写真を使う場合には、えー、非常にオープン CV というのは有効なんじゃないかなと思います はい、えー、皆様も、えー、お気軽に試してみてください、えー。本日はここまでです。それでは。